宮中晩参会は、天皇、皇后が国賓をもてなすために宮中すなわち、皇居宮殿、というけ殿でも要す晩参会。即位の礼の祝宴たる共演の儀や、立大使の礼、聖婚などを披露し、祝福を受ける祝宴である宮中共演の儀もこれに含意し、また両者は国事行為として取り行われる。天皇特人の即位の礼、 共演の儀2019年10月22日、出席者は、皇太子、皇太子妃をはじめとする皇族、内閣総理大臣、同婦人、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官ら三権の長を筆頭に、国務大臣や経済界のトップほか、ノーベル賞受賞者など、約百数十人である。天皇、皇后は、 宮殿南車寄せで国賓とその配偶者を迎え、調和殿石橋の間に入る。ここで、皇族や三権のながら出席者の挨拶を受ける。出席者らが、豊明殿の各テーブルに着くと、天皇と国賓らは、石橋の間を出て、豊明殿に向かう。豊明殿では、一同が起立して迎え、宮内庁楽部により、親愛が演奏される中、天皇や国賓らが入場する。 はじめに天皇が歓迎のスピーチをし、相手国の国家を推奨し、乾杯する。続いて国賓がスピーチし、日本国家が推奨されて、再び乾杯する。その後晩餐となり、学部により相手国とゆかりのある曲が演奏される。出席した各国要人、ありがとうございます。